はい、堀田屋に来ました。ウェイヨウェイヨー、はいはいはい、ウェイヨー。ナチュラルに竹正夫、深夜なのに深夜だから静かめでキートークの竹正夫います。ウェイヨ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 ー、一番よいしょ。はい、てつやが初めてのサウナです。やってみます。初のサウナすごいね。初サウナ、もう溜めてたから。溜めてた、やばい。おい、中に来ました。イエーイ。はい、てつやは初めてのサウナということで、堀田湯を、貸し切りにしてもらって、はい、やらせてもらいます。さあ、どうなるんでしょうか。体洗ってサウナ行ってみます。サウナ室。はい。入ったけど、はい、哲也どうですか。暑いこんな暑いんや。これめっちゃ素敵やね、茶室でね。ね、うん、なんか香りもいいよね、うん、いいね、はい、インカメでとね、おちゃんなんかおしゃれだな。あっ、やばい、あれ取らんでる。あ、いや、もう取らんでる。あっ、熱っ。嘘、待って、はい、それが今ホテル名物お茶ロールが、すげえ、ちょっと怖い怖い怖い。これがね、はい、これはもうやばい、熱くなって、じゃあ曲がきますよ。うそやろ、まあ、こんなもんじゃないよ。無理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 、こんなもんじゃない。が、帰ろ、嘘、頑張れ。ちょっと待って、おい、クロートが、ちょっと待って、やばいやばい、下、下に行かせた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 。いや、サウナ慣れおじさんたちも、おい、腕がすげえ。いや、マジか、ほんまに言ってくれたみんな。え、逆に大丈夫か。これはいけるやん。これを耐えると、最高になるよ。あ、いいだろ、これでこれでもいいか。めちゃくちゃ汗かくか。息が、吸う空気が。あ、それは、うん、下向きで、うん、だって、あ、サウナ、口、うん、トンネル通ってくる。ああ、今のテロンやつ。そうそう。今、うん、まあまあ、うん。それはもう、普通に話すだけ、走ったら、死ぬ。死ぬわ、メンバーで死ぬ。そうやな。はい、生き残ったのは今、2人です。はい、マジで。やばい、最高、ホッタル。池田に魅力は来ましたけども。大変だ。ギリ、ギリ耐えてます。いや、まさかの、え、竹正、いや、竹正、命だよ。最高ですよ、皆さん、ホタル。一番最初に逃げてたのに。クロート感出して、一瞬で出てたやつ。クロート感出して。あれね、俺は全然耐えらんないよ。このサウナはサウナの皆さんにとってもすごい。いや、いい、めっちゃいい。もっと、こんだけ暑かったらカラカラやね。あ、普通はめちゃめちゃ熱くなってる。そうなんや。最高。最高だね。うん、普通の関係なく普通のホッタイルに来れるっていう感じ。そうやねんな。ホッタイルに来てってそれで知ってるからね。一ファンですね。で、YouTube もクローズ持ってんだけど、多分特に、あ、そうなんやとしたら。ガッツリ撮ってる。そう、まあ、1セット目やね、ガッツリ撮って。ここは深いんですよね。160センチ。熱いですか？熱い。はい、これ水風呂。15度、15度。さあ、行け。何分？そうそうそう、首の後ろもな、首の後ろで。あ、そうそうそう、いいね。まだ？うん、これで40秒風て。40？うん、早めでいいから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK、 もうこれでタオルで体拭いて、そのタオルでいいから体をちょっと拭いて、うん、そうで、整い椅子に行って、うん、あ、そう、目つぶって深めに息して上向いて。
ほんまや。いい感じ。見てよ。遅い。ラグが、脳みそが。脳みそがラグ。なかなかないですよ、ベガスのみんなが整ってる瞬間。すごいガチで口開けてる人います、こっちで。かわいい。あ、ほんまやばい。整う感じわかった？ちょっとね、うん、ちょっとわかりました。ちょっとわかった。あ、そう、確か1回目はな、うん、捉えきれへんのよね。なんかね、その、うん、味わったことない感覚っていうのは分かったけど、うん、その操作が隣でガン決まってんのを見て、うん、俺はまだそこまでは達してない。俺も1回目はさ、うん、そうですよね、何個かサウナ行くと、もうそれを捉えれるようになるから。でもそう、分かる分かる、なんか、何て言うんだろうな、雲も焚き火に似てる、うん、あ、焚き火に似てると、はいはい、リラックス感、ね、そうそう、だから俺の好きな種類の脳の状態にあるとは思うから、はいはいはい、もうちょっとやってみましょう。めちゃめちゃ綺麗ですね、大学。うん、銭湯をリノベした感じなんですけども、こんな感じでね、あれが綺麗で、このバックはね、銭湯っぽい感じで、これはね、メインのこういうで、これね、熱湯深風呂で、これ地下水かけ流しの水風呂、25度ですね、25度ぐらいあって、で、これがね、あのサウナした後に整ってる時に入ると、体温と同じような感じになって、めっちゃ気持ちよくなるというやつです。ホテル最高。うざすぎる、うざすぎる、出すぎやな、うざすぎる。この俯瞰と肌と同じ温度やから、そう、感じるさ、筋肉がさ、筋肉が動いたら、皮膚を感じる。あ、そう、なんか、そう、目閉じたら、皮膚がどこかわからなくなる。自分の体が栄えてる。そう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 、サウナ入った後、整う時にここに入ると、溶けます。すごい、ちょっと怖いもんな。目つぶったら怖いよ。目つぶったらさ、自分の体がそこにいたんだから、ボーンって。はい、はい、ホッタユどうでしたか？最高でした。もう夜の2時なんで、こんな声しか出せないんですけど、ウェイヨ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 、整った。哲也、初めてどうやった？整った。じゃあまた次のサウナでお会いしましょう。ありがとうございました。